はい、こんにちは。最近滑舌が悪いことに気づきました。ハートルです。いや、今回ですね、珍しいエクササイズチューブをゲットしました。で、5種類が1セットになって、で、しかもね、まあ、いろんな強度、5種類の強度がね、1セットに入ってます。で、今回はまあ、どれ使ってもいいんですが、中ぐらいの強度、青いバンド、このね、5種類中真ん中の強度、レベル3の強度をね、使って腹筋をね、3種類ほど紹介しようと思います。で、このチューブのいいところ、まずね、丸になってるところ、体幹トレーニングの本とかにまあ、ついてるね、付録としてついてるチューブもあったんですが、あれって割と長くて太くて、結構ね、これ細いんですよね、チューブが。これ実はね、太いとなんかクリンクリンクリンとなってね、結構使いにくかったり痛かったりするんですよ。で、これはね、太さがちょうどいい、そして長さがね、丸の長さがちょうどいいっていうのでね、これ腹筋にね、結構変えることに気づきました。まあ、もちろんね、1本のやつとかもあるんだけど、1本のやつとかをね、結んで丸にしちゃうと結構すぐ切れちゃうんですよね、ブチッと。そこでこれはね、かなりいいなと思いました。で、このチューブを使った動画を、まあ、3日ね、3種類3日に分けてね、アップしようと思います。今回は腹筋です。腹筋を3種類紹介しますんで、ぜひね、最後まで見てください。そしてこのチューブ、これ確かに良さそうだなと思った方はね、説明の欄にね、リンク貼ってきますんで、ぜひね、見て気になった方は買ってみてください。いきます。まずね、足首にかけます。で、これで寝っ転がった状態で上半身を起こして、これでこういう感じでサイクリングに使います。まあ、手はね、前でも頭でも床でもいいです。お腹をしっかり引っ込めてね、で、この時に縦に引っ張るんだけど、足同士が近づいた時はゴムが緩んじゃうんで、この真ん中の位置ではすれ違う時はね、横に足を引っ張りながら縦にする、横に引っ張りながら縦にするという感じで動きます。といった感じでやります。これをね、だいたい回数よりも、まあ、時間10秒20秒30秒っていう感じで、時間で行った方がいいです。今度はこの状態のままでプッシュアップの体勢になります。そしたらこの状態で太ももをお腹につける気持ちで、息を吐きながら、しっかりももを引っ張ります。で、今のも30秒。そして今度は、今のは縦に膝を曲げたんですが、横から膝を曲げていく。ここから横に膝を出して前に持っていく。横に出して前に持っていく。っていう感じで、腹横筋を使ってみます。といった感じでやります。あとはね、まあ、おまけなんですが、足の裏に引っ掛けて、それを太ももに引っ掛けて、こういう感じでね、膝を曲げた状態でキープします。この状態だと、例えば寝っ転がって腹筋を、何かこうやって腹筋を行う際に、足がね、疲れてくるとね、こうやって足が動いちゃったりするんで、膝が動かないように、足がね、曲がったり伸びたりしないように、これで引っ掛けて、つま先を上げて、これで行うと下半身が割と安定できるんでいいと思います。はい、お疲れでした。今みたいにね、この丸いチューブ、結構これいろいろ使ったんですが、全然切れません。結構強い、ちょっとおすすめしてます。これを使ってね、今回は今3種類プラス、まあ、足を固定する4種類紹介しました。ぜひね、気になる方は商品リンクに飛んで、まあ、ゲットしてみてください。まだ今からね、腹筋じゃないこともこれを使ってアップしていきますんで、ぜひお楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。滑舌悪いタートルでした。